月刊アフタヌーンは、講談社が発行する日本の月刊青年漫画雑誌。1986年創刊。毎月25日発売。略称は、アフタヌーンなど。発売日は、毎月25日。創刊は1986年12月25日。発売1987年2月号。兄弟誌の、 モーニングの二軍のような存在としてスタートした。漫画家の育成のため、総漢字より、指揮賞を主催する。看板作家であった、藤島康介以外はほとんど無名の新人作家の作品を掲載したため、次第に質より量という紙面構成が強調された。1992年には1000ページを突破し、1997年のリニューアル号まで、 ジョージ先兵時代を維持、それまで、左圧紙だった、月刊、コロコロコミックを上回る紙面の厚さを誇っていた。その際に、岩秋人詩による、寄生獣がヒットし、看板漫画の一つになる。2003年からは、当時人気を得ていた、ああ、女神様の、ファンサービスの一環として、海洋堂とタイアップしたフィギュアや、オリジナル DVD ソフトなどの豪華付録をつける。 路線も模索した。2004年頃から、講談社の他史で掲載されていた作品を、そっくり移転させるなど、購買層拡大に向け様々な実験的な試みを行っている。これには、週刊少年マガジンで連載していた、ビンランドサガなどが挙げられる。 太字は連載中の作品を示す1987年から1988年から1989年から1990年から1991年から1992年から1993年から1994年から1995年から1996年から1997年から1998年から1999年から2000年から2000年から2000年 2001年から2002年から2003年から2004年から2005年2006年から2007年から2008年から2009年から2010年から2011年から2012年から2013年から2014年から2015年から2016年から2017年から2018年から2019年から2020年から2021年アフタヌーン KC は 月刊アフタムーンに掲載された作品を主に収録する漫画単行本レーベル。1987年5月18日創刊、新刊は毎月23日ごろ発売。幸福王通り、レッド・イット・ビーが最初に発行された。コード番号はアフタムーン KC という形で表記され、背表史上部や奥付けなどに載せられる。創刊時に、 KC1 で始まるタイプと KC1001 から始まるタイプの2種類が用意され、それぞれが発行順番で1、2、3、1001億1 0 0 2万1003というように割り振られている。KC 祭りに参加している各書店でサイン会やプレゼントが行われる。ウェブラジオ KC 祭りに関連してアフタヌーン KC 祭り公式サイト上でウェブラジオが配信された。 全6回、ありがとうございます。